どうも、エルカミのエルブダです。はい、どうも、デルナイシです。ということでね、プロレスの武藤敬司引退2日前に、蝶野正弘モノマネ芸人、ガノ正弘が就職を発表したと。で、芸人の道を4月から、はい、まあ、外れるということなんですが、前にここで取り上げた時に、はい、そこにもしガノ正弘とエル歌舞伎のライブっていうのは、まあ、伝説のライブがありまして、うん、目撃者が7人しかいないんですけど、うん、もしそれをもう一回開いてほしいという人がいたら、うん、3件コメントが来たら、うん、それやりますと発表しています。この配信で、はいはい、来てるコメントちょっと発表します。コメント来てるんだ。まず漁師 JJ さんよく見るな。ガノさんのラスト西口行きました、うん、感動した。ガッテン感動したんだ。続いて誰でもない人さん、はい、ガノさんとのライブを配信で見た3人のうちの1人ですまたやってください。はい、7人中、うん、3人は、はい、配信、4人がお客さん、現場にいたと4人しかいねえんだということで、コメントが2件ということで、はい、これもちょっと、ガノタイル歌舞伎のライブはなしとなってしまいましたということなんですが、早いな締め切り、やる気あったの、ね、本当にやる気あった。締め切り早くない。住みたい街ランキングというのがちょっとありまして、待て待て、お前締め切り24時間もねえじゃねえかよそれ、24時間ないぞ。2日間待ちましたよ、2日間。いや、待った。そうです。2日待ったか、おとついか。はい、リクルートさんがですね発表している、うん、首都圏の中で住みたい街ランキングというのがありまして、もうどうでもいいわ。これをですね発表していきたいと。どうでもいいわ。思います。何それ。まず同率9位が2つありますね。10個の駅なんですけども、近くに声優ありゃいいんだよ。同率9位がですね、うん、まず東京、そして渋谷ということで、はい、まあ、交通の便がいいということから考えても、うん、やっぱこう乗り換えとかそういったことを考え、まあ、家賃が少し高いというような問題点はあるにせよ、うん、まあまあ、ただまあ渋谷なんかはさ、やっぱり人が多いん で、うん、そうですね、ちょっとこう街歩くだけでもね、まあ、そこら辺が大丈夫な人はいいけれども、うん、まあ、ちょっとこう病んでしまう可能性もありますので。どうせ GTO とか見たやつだろ。いや、分かんない。 GTO って渋谷の話なの。 あれ吉祥寺か。知らないわ。全然違うと思うけど場所。 GTO は吉祥寺だ。グレートティーチャー鬼塚ね、はい、ということになっております、はい、これ次は結構面白いんですよ、はい、8位鎌倉ということで。あ、鎌倉、江ノ電で、うん、だ鎌倉も多分結構1本で電車で首都圏すぐ行けるんだよね。まあまあ、すぐってことはないけど1時間ぐらいはかかりますよ、うん、かかれば。だ割と意外と人気あるのは湘南の方とかさ、あ、はいはいはい、あそこら辺からなんか電車が苦じゃない人、あ、はいはい、本読んで過ごすとか。あそこで全部まとまるんだったら、うん、俺は結構好きな街。そうだね、鎌倉いいよね。海も近いし食べ歩きもね。なんかあそこは俺悪くはないと思う。そうそう、うん、行った時結構俺散歩したから、うん、そこなんか結構ね、うん、僕は水道検診のバイトでバイト先にね結構年を召されてる方がいて、うん、どんぐらい2時間半かけて電車で来てるとか言ったかな、うん、でも全然苦になんないんだよっつって、うん、そのなんかフレディ・マーキュリーはなぜ死んだかとか YouTube で見てたらあっという間だよとか言って言ってましたね。ただそれフレディ・マーキュリー見たって話をしたい人のことだよねそういうの別に鎌倉なんてどうでもいいと。いや違う、フレディ・マーキュリーの話させろっていうことじゃないですか。まあ、鎌倉に住んでるというか、ちょっと違う、また別フレディ・マーキュリーのところでしたけど。そして7位、はい、池袋。池袋はもう結構いいですよね。池袋ね、うん、だから騒がしい方とちょっと抜ければもう静かになるじゃん。静か、まあ、うん、あれ板橋の方だっけ。板、そうだね、池袋、ね、あ、ちょっと抜ければね、うん、はいはい、ちょっと抜ければみたいな、うん、感じですね。で、なんかこの前ね、うん、ピンの大会の B1 グランプリって出た時に、うん、俺は昔事務所で一緒にやってたジャータケヤっていう芸人がいてね、うん、まあ、エンタの神様とかが昔出たやつなんで、でその後に辞めて役所に就職して結婚してみたいな。ほら、で離婚してまた芸人戻ってきたみたいな、なんか芝居楽して荒れてるね、うん、でなんかね、そのリズムネタみたいのでやってて、うん、なんか「おお意味がない、おおおお意味がない」っつって、あ、なんかありそう、意味がないことをいっぱい言ってくっていう中に、お意味がない、こんなことしても意味がない、おであるある言ってくる、うん、でその中の一個で、なんだっけ、池袋から、どこどこまで丸の内線で行く、お意味がない、そのすごいかかる、まあ、かかるんだよね、はい、副都心使えようっていうのがあるんだよな。そう、新宿三丁目とか、それが池袋ですね。
そのいやの丸の内線で池袋から、うん、まあまあまあ、どこどこに行くのは時間かかるの、時間かかるよあるぞって、はあ、どこっつったかな、池袋からどこでもいいわ、そうですかどこでもいいわ。6位、はい、6位どこ、目黒、目黒、目黒ということで、目黒か、何も思いつかないね、目黒はね、あれですよ、だから中目黒になるとリカコさんが自社ビルを持っていて、うん、外でゴミ拾いをしていたっていうのを2ちゃんの掲示板で読んだことありますけど、はい、ね、目黒だから俺はだからもうこれも忘れられないネタなんだけど、2人で昔いろんな事務所を組み立てる時見に行くっていう、はいはい、K'sさんのライブを見に行った時に、はいはい、ドキドキキャンプさんが、うん、なんか言葉の意味を、言葉を逆にするとかそういうフリップネタってちょっと忘れましたけど、あーなんかあれ目白を逆にして白目して、うん、すんごい白目むくっていうネタやってて、はい、ドキドキキャンプさんの時だけもうブワーってもうだけって言ったらすげえ失礼だけどいやいやもう特にやっぱもうハマったという、よく覚えてるね、いやめっちゃ俺忘れらんないわ、衝撃だったね目黒。そして5位が新宿、うん、新宿はすよ、まあ、アクセスもいいし何でもあるけども、あんま知らん土地勘ない人答えてるんですね、まあどうなんだろうね、まあその都心で特に仕事するとかっていう20代30代の人たちだから、ああ一発目はそんな感じか、そうどうなんだろうね、そして4位恵比寿、あ恵比寿はいいかもしれないね、恵比寿俺あんまいいと思わないと、恵比寿もね、山手線ぐらいしかないべ、いやちょっと抜ければねまた静かになるしね、ただ閑静な高級住宅街って感じかな、でも声優ないな、声優はちょっと分かんない、声優とかでもあの駅ビルになんか全部入ってるかな、割とスーパーとかもしかしたら、ね、便利って感じしねえなあそこ、恵比寿はもう嫌いじゃないかな、たまに行くのは、あ本当、うん、恵比寿の恵比寿だもんね、あのリキッドルームってあのライブ出たのね、あそうそうそう、キャパ800とかの、うん、とか恵比寿と、うん、3位、うん、大宮、大宮だから大宮もあれか1本でいろいろ行けるってことか、東京の方まで、あそうだ ね、 ね、吉本の大宮のライブ出させてもらった時の、うん、大宮駅からさらにバスで結構行くんだよね、行ったね、まだ遠いんだよな、大宮の劇場あれイオンとか入ってるとこだっけか、そう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 、劇場すげえ綺麗ででかくて、そのイオン自体がでかくて、その中の1個に劇場組み込まれてるみたいな感じだったっけ、まあまあまあ、よかった、駐車場も広がる、そうだね、まあいわゆる本当になんだろうね、まあ大宮だ埼玉だよね、千葉とか埼玉とかにあるでっかいモールで駐車場がでかくて休日買い物も行きやすいみたいな、土地安いんだろうな、だから大宮の方にもしかしたら大宮の劇場にレギュラーの人は住んでるかもしれないね、芸人さんも住みます芸人、住んでそこは主戦場なら、まあ、1回通うのはまあ早くはないか、8時間ぐらい、うん、どうでしょうね、きついな、2位吉祥寺ということで、あ出た、これがさっき出たね、あ吉祥寺、僕は DT はちょっと見たことないんであれですけど、うん、まああれだよね、ろくでなしブルースは読んでたから、あ吉祥寺は結構出てたような気がしますね、吉祥寺はね、あ吉祥寺はちょこっと遊びに行くわ、うん、まあいいとこ、まあ、近いというか、遊びに行くにはいいかな、そんな感じですよね、西荻でいいと思うね、うん、俺はなんか古着屋、西荻号、そう古着屋といえば吉祥寺みたいな、昔なんか誰か言ってたような気もしますね、あんま高円寺じゃなくて、高円寺もいっぱいあるけど、うん、高円寺ってね、あんまね、俺は川崎だから地元、うん、高円寺っていう単語あんまね、出たことないね、あ東京のおっさんも吉祥寺、少し外れてた吉祥寺とか、吉祥寺か、まあ、高円寺で降りるってことはないだろうな、あんまり他のどこから来る人、そうかもしれない、来ることはないな、そして1位、1位どこよ、横浜ということでまあ僕ら特に今ネイキッドロフト横浜というところでよくライブやってますから、うん、横浜で降りる率はだいぶ最近高いわけなんですけ ど、 確かに生き慣れると、うん、まあいいかなっていう感じはありますね、なんか横浜、うん、悪くはないかなっていう、なんかまあそうね、神奈川だからそう思うのかな、より あんまり遠くない、なんか治安の悪さはね如実に感じますけれども、ね、横浜のロフトにライブ来てもらうゲストの人とかがまず言うのはこの街は怖いですねっていうことは、だからちょっと10年20年遅い感じの遅れた世界観がある、あー分かる、あそこにはだからそれこそチャイナタウンがある街であるわけだしね、息は違うといえ何かね、歩けば桜木町があって赤レンガ倉庫があってチャイナタウンが中華街があって、まだリーマンショック来てないんじゃないか
なんか喧嘩もね、古い喧嘩を見たことあるよね。髪を後ろ髪めっちゃ掴んでるの見たことあってこんなの本当にあんなみたいな。あー、なるほどね。よく言うじゃん、喧嘩ってさ、一番何がいいかさ、もう髪掴んで膝なんだって。本当に路上で喧嘩してる人ってそういうこと言うよね。あの、なんだっけな、で、メインストリートだと大丈夫だと思うんだけど、一本外れるとね、結構安くて美味しい、なんつう、良さげな店、居酒屋とか多いんだけど、ね、ラーメン屋とかね、あるんだけど、異常なほど人通りないんだよ。ああ、そっか。びっくりするぐらい。少し抜ければね。いや、この隣。隣か。一本隣で。横浜ね、駅の喫茶店でこの前作業しようとしたけど、もうどこもいっぱいでさ、うん、いや、大変だったね、その、喫茶店に関しては。あとラーメン屋多いな。ラーメン屋は多いね。横浜家系なんて、だって横浜じゃなくていっぱいあるんだから。吉村屋もそうだしな。あ、そうなんだ。あ、そうそうそう。うん、すげえなるね。横浜発祥。ねえ。すまないな。俺は。ということで、はい、皆さんはね、どの町に住みたいか、コメントいただきたいと思います。で、一番多かった場所でライブを。こんな住まないなとかと俺言ってるような、うん、住みたい、どこ住みたいかなんだ。まあ、どこに住みたいか。ああ、はい、ここいいよと。そうそうそう。ぜひね、コメントいただければ、そこでライブをやっていきたいかなと思いますので。はい。じゃあ、この辺に10件以上あったらそこに住む。路上、駅前路上ライブをやりますから。やらん。やらんわ。10軒以上あったら住むで、鎌倉だったら大変なことになっちゃうけど、交通費がもうバカにならないようになっちゃうから、はい、ね、鎌倉は、まあ、僕が寝技始めて初めて試合出たのが、あ、鎌倉、ニコニコグラップリングっていうのは鎌倉の体育館で。鎌倉なんだ。ありましたから。鎌倉だったんだ。そう、意外とそっちの格闘技ってさ、意外と湘南とかの格闘技もあったりさ、名門の、なんか意外とそ、まあどこでもあるんだよね。あるんだ。そう、ちなみにこれね、つぶやいていくらっしゃる方が、K-1 ジム大宮さんが、うん、このリクルートさんのやつを、はっつけてつぶやいていて、うん、大宮が全体で3位、20代、20代で2位、30代でも2位でした、うん、大宮駅から歩いて7分、うん、大宮ジムから歩いて2分のところに住んでますが、本当に便利で静かで物価も安いいい街です。上京してプロ K-1 ファイターを目指す方、大宮も選択肢の一つとしてはいいと思いますということをつぶやかれているということで、そういう目的あるんだったらいいね。あ、そうだね。そういう目的が、東京に必ずしも行かなくても大宮ぐらい、ちょっと埼玉から少し出過ぎるのはちょっと勇気いるとかあったら、まあ、うん、いいかもしれないないと、いうことですね。いや、でも湘南新宿ライン1本とかだしな、きついや。いや、結構便利だけどね。止まるじゃん、めっちゃ止まるじゃんってお前いつも言うけど、俺湘南新宿ラインでライブ向かって、俺遅刻したことあんまないでしょと思って。だって毎日のように湘南新宿ラインでライブ向かってたりするんだよ、うん、俺いつも大崎に乗り換えなきゃなんないとかってなっちゃう、はいはい、前説行くとき、まあ、だからどこで乗り換えるかもあるだろうけど、うん、湘南新宿ラインはね、多分かなりの人が使ってるし、うん、あと確かに止まると1本しかホームがないんで、乗り換えをしなきゃいけないんだけど、ただ俺ライブで遅刻したことはほぼないっていうのはありますよ、うん、なんで便利な一本線かなと思います。なるほど、そんなところでございますね、うん、といったところでまたお知らせください。お願いします。